日本近畿地方奈良県生駒郡群枯町、高安高安は奈良県生駒郡群枯町内の地名。町の東端、富尾川の東側と JR 山和寺線に挟まれた地域。住所表示では高安1丁目から2丁目、大和高安及び高安西1丁目となる。放流寺などの観光スポットや鉄道駅、幹線道路からは離れており、辺りは のどかな田園風景が広がる。高安地区北東部の高安一丁目あたりは、かつての創村型観合集落だった場所で、かつての観合は現在はコンクリートで固められた水路になっている。観合の内側は、昇林寺を中心として、集落を形成し、狭い路地が入り組んでおり、中世観光集落の面影を留めている。集落の東は、ズレ、大技高安に、天馬宮がある。 集落南外れの一帯、高安二丁目あたりは、住宅はまばらで、地内に法流寺国際高校がある。富岡川を挟んで、西側が高安西一丁目となる。両側を結ぶ、成平橋がかかっている。下流側には、新し成平橋がかかっており、西側は、旧奈良街道とつながっている。詳細は、奈良県立放流寺国際高等学校を参照。このあたりは、 アスカ時代には、法隆寺とアスカ系を結ぶ道と何にわず、四天王寺からの道と交わっていたとされている。これらの街道は、聖徳大子が頻繁に行き来していたことから、後に、これらの道は、大子道と呼ばれるようになった。筋海道は、当地から、柏原市心の口付近に至る、約13.5キロメートルの街道であり、中世以降は、法隆寺街道とも言われた。竜田越は、 成平道とも呼ばれ、天理市から大和山和郡山市、当地を経由して、八尾市の高安に至る道筋と言われており、有原の成平の成平の高安通い伝説に関連していると言われる。平安時代初期にはすでに集落が形成されていたようである。古くから法隆寺とは深い関係があり、在京農民が法隆寺に田畑を寄進しており、地内の田畑の多くが、 法隆寺の所有であった。土豪や守護の直接の支配を受けていなかったが、戦国時代になると勢力を拡大した筒井氏の勢力圏に含まれるようになり、筒井氏に護衛を依頼したり、法隆寺絡みの紛争の仲介を行ったりする関係となった。その後、勢力の衰えた筒井氏に代わって、松永久秀の支配下に取り込まれる。高安は、古くは、 富の小川村と呼ばれていたと伝えられている。もともと古川は富の小川と呼ばれ、村の東側を流れていたという、平安時代の歌人、有原の成平が自宅のある市の元から川内国一宮に参拝し、川内国高安軍の神田千谷辻にいる、恋人のところへ通った、際の通り道だったため、村の美人たちは成平に連れて行かれるというので、 顔に鍋摘みを塗ってわざと醜くしたという伝説がある。後に村人は、成平のことを忘れないように地名を高安村と、改めたという、成平の通った道は、成平道と呼ばれるようになり、富岡川に架かる橋は成平にちなんで、成平橋と名付けられた。ありがとうございます。